この人ね。お重調査にする？ 2 番にする？ 2 番どっちかな。いや、どっちでもいいよ、好きな方で、うん、2番、これ2番やろ、うん、これ結構ないんだよ、ね、うん、ほぼほぼないよね、うん、出してるとね、やっぱこれがいいね、うん、やっぱもうじゃあ 2番にする、うん、今はどこないくそ、ね、2番、うん、いや、よし、スタートしました。お重調さん好スタート、トラストとともに前へ行きます。わずかに4番のトラストが前に出てきました。スタンド前のハードル障害ステップジャンプしました。外から差を詰めていったのはブライトクォーツとシンキングダンサーです。どうでしょうか、外からブライトクォーツが並びかけますが、内からトラスト、4番トラストと8番のブライトクォーツ並んで後続を離しました。 3,4 コーナー中間の障害へ向かいます。大きく離れました。3番手に9番のシンキングダンサーです。その後4番手に控えてお重調さん、 3,4 コーナー中間ステップジャンプしました。現在2番のお重調さんは4番手、3馬身後ろに1番のハルキストン、さらに3馬身開いて7番の鈴鹿プレスト、内に6番シングンマイケル、離れて3番のシゲルスズキ、5番の広重、外からお重調さん並びかける、さらにはシングンマイケル、内で抵抗ブライトクォーツ、最終障害にかかります。お重調さんとトラスト並んでジャンプしました。お重調さん前に出た、2馬身3馬身リードを取る、2番手トラストとシングンマイケル、お重調さんがまたライバルを突き放した。2番手はシングンマイケル、トラスト3番手お重調さんゴールイン。トリプルエース、トリプルエース、エース、分かった、それにしようか、はい、いいからこれ、はい、ゲートイン完了です。スタートしました。少しばらつきました。高ダッシュ13番ビアンフェ飛び出していきます。そのうちから12番デンタルバルーン並んでかわしていきました。スッと10番ラウダシオンは先行3番手です。今日はそして4番セイムンパワフル、これをうちからかわしました。その後3番エグレムに並んで6番のシャインガーネット、その後は1馬身がいて外から16番ライチフェイスが追い上げていきました。ここは馬群1段で14番コスモリモーネ、15番テイオーマルクス全くの1段、うちから1番ウィングレイテスト、さらには2番のベスターバルト全く一段で、3コーナーカーブ、5番トリプルエースもこの馬群につけています。その後ろから入りました、外並んで13番ビアンフェ、この2頭の追い比べ坂を上がってきます。その外からは6番のシャインガーネット、連れて10番のラウダシオンがそのうちから追い上げてきた。さあ抜けた、200を切って6番のシャインガーネット、先頭食い下がる10番のラウダシオン、最内からは8番のレッドライデンが3番手に上がるか、外から2番のベスターバルト、先頭6番シャインガーネットゴールイン、2着10番のラウダシオン。
ここずっとこう言ってた。これが内側で必要だね。え？ここ111ジェム1や。それがいい？11番？うん。コントラチェック？うん。がいい？11番がいい？うん。分かった分かった。11番。うん。枠入り終わりました。スタートしました。ほぼ揃いました。まず1コーナーへ向かってモルフェオルフェが出ていきました。さらにはリュヌルージュです。カリビアンゴールドコントラチェック、外はロフティフレーズ、あとはゴージャスランチ、内をついては4番の名将グロッケ。各馬第1コーナーをカーブしていきます。先手を取りましたのは12番モルフェオルフェ。 1,2 コーナー中間です。リードは2馬身、リュヌルージュが2番手、あとは2馬身差、ロフティフレーズが3番手、2コーナーを迎えます。そして2馬身差、今日は4番手です。11番のコントラチェック、第2コーナーをカーブ、前から5頭目が8番のカリビアンゴールドで向こう正面です。あとはゴージャスランチ、内が3番のフェアリーポルカです。その後外15番リュヌルージュ並んでいる。あと追い込み勢はどうか。追い込んできたのは3番のフェアリーポルカ、追い込んできて今3番手に上がった。残り 200m を通過するフェアリーポルカ、リュヌルージュ、そして懸命に電光暗示も追い込んでくる。さらには9番のエスポワールだが今度は変わったか。3番フェアリーポルカ、フェアリーポルカ先頭ゴール。大きな悪い基調ね。まだそんなにないけど、あれがどれ、あんまりくないか。いや、どれ、どっち、こっちか、これどれが一番。いや、5番、いや、これか、これ、これか、これか、あ、これか、これか、あ、なんやか、これだったら楽しそう。あ、そんな、どっちがどっちがいいか分からんし、どっちでもいい。どっちがいい？どっちでもいい。どっちでもいい。こっちでしょうか。10番。うん、10番。ここは10番。うん、10番。バラークラウン。うん、ベラークラウン。10番がいい。それがいい。はい。ゲートインが終わりました。スタートしました。揃ったスタートを切っています。広がった中から出ていくのはまずは13番ミズリーナ、そして間から10番バラークラウンです。あとは6番925、そして1番カリオストロ、前3頭、1番カリオストロ前です。4番ティンコース、2番パフェムリ、あとは7番山勝マーメイド、前から5頭目、あとは11番ケープコッドが行っています。体半分遅れて4番メルテッドハニー、内は3番フェアレストアイル、あとは5番エーポスが行って、外は13番ミズリーナ控えました。第3コーナーカーブ、あとは2馬身後方18番エヴァジョーネが行って、内は9番クーファイザナミ、あとは14番アヌラーダプラです。 600m33 秒3の通過。あとは2馬身後方に15番マテンローディーバ、内は12番ルーチェデラビタ、3馬身後ろ並んで外から接近する17番ソフィアバローズ、2番手から前に変わって先頭か。あとは2馬身後方7番山勝マーメイド、3番手から前の2頭を追っている。その後方から3番のフェアレストアイル、あとは4番メルテッドアニー、馬群の中に5番エーポスが接近する。その後ろは開いた、前は7番山勝マーメイド先頭、追って5番エーポスが3番手から2番手、一気に今度は先頭に変わった。5番のエーポスが差し切って抜けてゴール。
何番次や。これですよ、じゃん。こっちのもあれがついちゃうね。うん、これが、ね、これ、これがつい、これがつい。それする？うん。これね。サートル？うん。サートルナリア。ない？サートルナリア。ナリア。うん。これ全部。これがついちゃう。うん、強いと思う。それにしようか。うん。はいはい。体制完了、スタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争いです。横に広がっています。さあ内目から4番のダイバキャグニー、押してまずは先頭に立っていきます。外からスーッと12番のマイヌルファンロンが2番手に上がって前に迫っていきます。3番手は1馬身7番ギベオン、その外から8番サトノソルタスが並んでいって、間に6番のサートルナーリア、ちょうど3番手集団の間、その後ろに1番ケイデンスコール、2番ラストドラフト、ソニーは11番のジュンバルカンと広がって、各馬1コーナーのカーブです。先手を取ったのは4番ダイワキャグニー、リードは1馬身半、2番手12番マイヌルファンロン、1馬身3番手外に出して8番のサトノソルタスの追走、それから1馬身内が7番のギベオン、1馬身差5番手ファンロン、サトノソルタス、そしてギベオンは内をついています。その4頭のソニー、サートルナーリア、楽な手応えで上がってくる。そして西のデイジー、さらにそこからラストドラフト200を通過。さあ先頭は6番のサートルナーリア抜け出した。ダイワキャグニー粘っているが、8番のサートノソルタスの争い、先頭は6番サートルナーリア、ゴールイン6番。